カロル・ドビアシュは、スロバキアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DF。ドビアシュは、地元のバニークハンドロバーでサッカーを始めると、1965年に FC スパルタク・トルナバへ入団した。トルナバでは5度のチェコスロバキアリーグ優勝、3度のカップ優勝に貢献するなど、選手生活において最も大きな成功を収めた。 この活躍により1970年と1971年にチェコスロバキア年間最優秀選手賞を受賞した。1977年からはボヘミアンプラハ遺跡。トルナバトプラハに在籍期間中にリーグ通算345試合に出場し20得点を記録した。1980年からはベルギーへ活躍の場を移し、 KSC ロケレントヘントゼーハーフェンに在籍し、1984年に現役を引退した。チェコスロバキア代表としては、1970年の FIFA ワールドカップメキシコ大会や1976年の UEFA 欧州選手権に出場するなど、国際 A マッチ67試合に出場しご得点を記録した。1976年の欧州選手権決勝、 対西ドイツ戦では、前半25分に得点を決める活躍を見せ、同国の初優勝に貢献した。現役引退後は指導者の道へ進み、ボヘミアンプラハのユースチームで監督を務めた。いくつかのクラブを指揮した後に、1993年にスパルタプラハの監督に就任。1993から94シーズンにリーグ優勝に導いた。 1995年に、プラハのマイナーナクラブ、SK スパルタクルチーの監督を務めた後は、スパルタプラハのスカウトとして、長年勤務をしていた。その後、2003年に、ボヘミアンプラハのコーチに就任したが、2004年1月に、契約を解除された。ありがとうございます。